ただいまご紹介に預かりました東総株式会社の木村と申します。本日は12月に発売を予定しております東総の新しいウッドブラインドについて、本日このイベントで初めて皆様にご紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。選びやすい東総へ。1949年の創業以来、東総は日本の窓辺をずっと考え、ご希望にかなう商品を選んでもらいたい、その一心で様々なアイテムを拡充してまいりました。そして今改めて必要な色や形、機能は何なのかを考え厳選するとともに、インテリアのトレンドを見極め、必要な要素はむしろ充実させました。東総はこれからの日本の窓辺、暮らしをもっと快適にする選びやすいラインナップを目指します。それでは新製品についてご案内させていただきます。2018年12月、東総のウッドブラインドが大きく変わります。窓辺の家具を作りました。無垢材や天然木ならではの表情や手触り、温かさ、ブラインドであると同時に木の家具でありたい、その思いをもとに私たちは製品作りをコンセプトから見直しました。新しい東総のウッドブラインドはまさに窓辺の家具そのものです。天然木の美しさを50ミリで伝えることにしました。上質な木の家具が木目の表情を大切にするように、私たちも木の質感をできるだけ大きく美しく見せたいと考え、すべての製品のスラット幅を50ミリに統一いたしました。天然の木だからこそそれぞれが違った表情に、木の生きた証である個性を大切にし伝えたいと考えます。ではここから具体的に今回のウッドブラインドのシリーズについてご説明していきます。東総のウッドブラインド、ベネウッド50に新しく登場した4シリーズ、スタンダード、キリ、アース、ヴィンテージをご紹介させていただきます。まずは、最も多いカラーバリエーションを持つスタンダードシリーズのご紹介です。こちらのシリーズは、天然木の美しさが際立つベーシックなシリーズで、家具や建材カラーに合わせやすく、従来のカラーラインナップに新色4色を追加し、トレンドもカバーした全16色の展開です。今回のスタンダードシリーズで、私たちはスタンダードのあり方を見直し、使いやすさにこだわりました。配色の並びも一新し、過不足なく選びやすい品揃えを厳選しております。今回新たに加わった4色はこちらです。ホワイト系カラーには真っ白で清潔感のある TM2001 ピュアホワイトを追加、すっきりとシャープな印象を与えます。ステイン系カラーにはトレンドのツヤを抑えたグレッシュカラーの3色を追加、最近の建材にしっくりとなじみ対応できるインテリアシーンが増えました。続いて今回新しく追加されたシリーズ、キリシリーズのご紹介です。木目の美しさから家具にも根強い人気があるキリ材をウッドブラインドに採用しました。キリ本来の美しい色と木目を感じ、キリの個性が最大限に生かされる無塗装仕上げの TM2101 キナリ。キリの風合いを感じる茶系塗装を施すことで、木目や色のばらつきが少なく調和を重視した TM2102 節の2配色をご用意しています。霧の持つ美しさを最大限に発揮できるよう、マサメ材のみを採用し、フィンガージョイントも入りません。全体の2割程度しか取れない厳選の材料を使用しています。またこの霧シリーズは軽くて操作しやすいため、
大きな窓でも安心してお使いいただくことができます。まさに彩色兼備なスラットシリーズといえます。続いてのシリーズはアース。自然の木そのままのようなナチュラル感、天然木ならではの一つ一つの無垢な表情が美しい、個性際立つウッドブラインドです。こちらのシリーズは TM2201 ナチュラルウッド一色のみの展開です。木が持つ自然の風合いを最大限に引き出すことに注力し、加工を極力抑え、クリア仕上げのみの完全無塗装スラットです。自然のままだからこそ一つ一つの表情が異なるスラット、無垢の材だから木目や色味も当然それぞれ異なります。木の節、筋などが作る表情で世界に一つの個性的なブラインドが生まれました。続いてご紹介するシリーズはヴィンテージシリーズです。こちらのシリーズは表面に特別なエイジング加工を施したスラットで、まるで本当に時を経たような風合いを醸し出します。もっと自由な大人のインテリアが実現します。ヴィンテージシリーズにはカリフォルニアスタイル、ブルックリンスタイルの2つのスタイルがございます。まずカリフォルニアスタイルは従来のベネウッドアイデアを踏襲し、爽やかな西海岸の風を感じるような明るい色合いのスラット3色をご用意しています。そして今回新たに追加したブルックリンスタイルでは少し大人っぽいダークな色合い3配色となり、その素材感もインテリアを引き立てます。カラー、デザインともにヴィンテージテイストにこだわったシリーズで、より一層自分らしい空間を作り上げることができます。ただいまご紹介させていただきました4シリーズ以外にも、塗装のベネウッドには様々なシリーズをご用意しています。ベーシックなカラーを抑えつつ、カジュアルでご提案しやすい9色の品揃えのコルトシリーズ、こちらはリーズナブルな価格設定でウッドブラインドの提案機会を広げられるアイテムです。続いて防炎機能が備わった防炎耐水シリーズに防炎のみのシリーズが加わり、さらにお求めやすくご提案しやすくなりました。耐水機能は必要としない高層マンションや商業施設におすすめです。スラットシリーズで最後にご紹介しますのは、特徴のあるウェーブのスラットが印象的なウェーブシリーズです。従来のブラインドの常識を覆すウェーブブラインドは、日本を代表するデザイナー佐藤大樹氏率いるデザインオフィス粘土のデザインです。まるで木製のカーテンのような柔らかな雰囲気で、他にはない個性的な空間を演出します。カタログには佐藤大樹さんによる開発背景のインタビューも掲載されておりますので、ぜひご覧ください。続いてはもっと使いやすいを考えて、塗装のウッドブラインドに新しく加わった便利な機能のご紹介です。取り付け後に製品高さを調整できる高さ調整機能と、ブラインドの背面も美しく見せるブラケットカバーの2つを追加いたしました。では最後にウッドブラインドのシーンのご紹介です。まずはリビングルーム、吐き出しにカーテンをつけ、腰窓にはウッドブラインドをつけました。こだわりのある方にはヴィンテージテイストで個性的に、ダイニングルームではダイニングテーブルと小窓のウッドブラインドのカラーを合わせ、しっくりとなじむ空間に、ウッドブラインドの木目が温かみのある空間を生み出します。ベッドルームでは落ち着いた雰囲気からカジュアル、モダンまで、インテリアのどんなシーンにも合わせられます。また一般住宅だけでなく、レストランやカフェなどの商業施設にも、
ショップやサロンなどデザイン性にこだわる空間にもよく合います。防炎機能のあるシリーズならホテルなどの物件にも最適です。以上、東装の新しいウッドブラインドをご紹介させていただきました。今回ご紹介しました東装の新しいウッドブラインドは12月3日発売です。新しいカタログは皆様の後方にある展示ブースの東装製品展示コーナーにてご覧いただくことができます。ぜひお立ち寄りいただきご覧ください。本日はご清聴ありがとうございました。ここからはサイレントグリスの私清水が進行させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、今ご覧いただいているロゴについてご紹介させていただきたいと思います。サイレントグリスはこのウィズカーテンでのプレゼンは約2年ぶりになります。その間にですね、このロゴが新しいロゴに変更いたしました。カタログや販促物、ウェブなど世界各国のサイレントグリスがこの新しいロゴに変更している最中でございます。長らくご愛顧をいただいているお客様も、そして今日初めてサイレントグリスを知ったというお客様もですね、ぜひこの新しいロゴに馴染んでいただければ幸いだと存じております。それでは本日のテーマでありますウェブカーテンヘディングシステムについてご案内させていただきます。まずはじめにウェーブのこのシステムについてご案内させていただきます。ウェーブはコード付きのランナー、そしてフック、さらにウェーブテープによる3つの構成でできております。倍率とピッチを変えることで小さいウェーブから大きいウェーブまで作ることが可能になります。例えば60ミリピッチの 1.7 倍であれば非常に小さいこういうウェーブを作ることができます。また80インピッチの2倍であれば非常に大きいウェーブを描くことができます。コード付きランナーのピッチでウェーブの大きさを全体的な大きさを変えることができます。また倍率を変えることによってウェーブの深さを変えることができます。こちらが実際のウェーブの画像になります。上部から裾まで非常に綺麗なひだを出すことが可能になっております。ウェーブはサイレントグリスの生地はもちろんですが、お客様から支給いただいた生地を縫製することも可能になっております。ウェーブに向いている生地としては柔らかい素材で縦糸の生地が非常に向いております。また不向きなものとしては張りがあり、横糸が太いものですとあまりきれいにひだが出ない可能性がありますので、その辺を考えていただくと非常にきれいなウェーブを出すことが可能になります。ウェーブシステムは紐引きレールから手引きレール、そしてさらには埋め込みレール、電動レール、釣り棒タイプとさまざまなレールとの組み合わせが可能になっております。こちらは実際にカーブ加工をしている時の画像です。サイレントグリスは非常に高い精度でカーブ加工することが可能です。ウェーブの製品はですね、非常にお客様に定評をいただいておりますが、その理由の一つとしてはこうしたカーブ加工できるレールとウェーブを組み合わせていろんな幅広い提案ができるというところに定評をいただいている点でございます。こちらは電動レールとの組み合わせの事例です。コーナー部分をカーブにすることによって非常に綺麗な収まりが可能になります。またサイレントグリスは非常にレール自体のデザイン性も高いので、カーテンを開けた状態でも非常に綺麗な印象を持たせることが可能になります。こちらは埋め込みレールの事例です。存在感を非常に少なくさせることができますので、カーテンを閉めたときはファブリックの存在を十分にアピールできます。カーテンを開けたときには建築物やお部屋の状況をきれいに見せることができますので、そういった使い方も可能になります。こちらは全体カーブの事例になります。
サイレントグリスは細かい指定ができますので、お部屋の状況に合わせたカーブ指定、さらにはご提案が可能になります。お部屋だけのご提案に限らずですね、カーテン生地を選べば、こうしたシャワールームにウェーブカーテンをつけることも可能です。また一般的なリビングやお子様のお部屋なんかにもご提案することが可能になります。非常に駆け足ではありましたが、本日プレゼンされたファブリックメーカー各社様の生地と、今日ご紹介させていただきました、カーテンヘイティングシステムの組み合わせにより、皆様のこれからのビジネスの中でご提案の幅が少しでも、広がれば幸いでございます。ホール奥に、事例を、展示しておりますので、実際にご覧いただければと存じます。本日はご清聴ありがとうございました。